さあ開始の合図を待つのだ。トンネルズのせい。アケード。またの調整をお待ちしております。ちょっと逃げさせてもらってよろしいか。動画をご視聴中の皆様、お世話になっております。今回も前回同様、菊サバ様にて無限復活祭の様子を動画にしております。ほんで本来板子さんの回だったが諸事情あって聞いたんだ。いやまあ私は良いですけど、諸事情って何なんですか。板子さん用のスコーピオンのバッテリーアダプター忘れた。はい、ギルケ。ついでにマガジンも忘れてますからね、この人。マガジンは当日 AK マガジンをつけられるアダプター買って問題クリアしてんだけどな。買った上で打てないなら無駄遣いなのでは。今後も使えるから無駄じゃないもん。今後出番があるか分かりませんがね。絶対使うからな。コールありがとうございます。それで今回のルールは何ですか。ドミネーション戦だな。缶をひっくり返して自陣の色を上にする。自陣の色の缶が多い方のチームの勝利だ。としたら20個交代で復活、フレンドリーファイアと冗談、氷姫のキットは向こうの無限復活祭ルールですね。20個交代がストレスフリーで助かりますね。ただ復活ポイントは選ばないとリスキルみたいになるから注意だな。壁の裏とかが良さそうですね。コールありがとうございます。どこ抜いてるんですか。結構怪しい抜き方だけどな。冗談無効だし、お相手が非常にクリーンな方で助かりますね。こういう時騒がないのがサバゲーを楽しむコツですね。コールありがとうございます。FF と思ってしまったが気をつけないとな。わからないときはヒットにしないとですね。釣ってんじゃねえよ。一本釣りしてんじゃねえよ。何この何釣り竿。装備品の当たり判定がない無限復活祭ならではの光景ですね。真面目に打ち合うのは楽しいが、そもそもこういう茶番を楽しめないとサバゲーマー向いてないからな。定例会だとあんまりこういう茶番が見られなくなりましたからね。でもこのイベント茶番の比率多くないです。コールありがとうございます。地面とかですね。当たり前だが敵が減らねえショットガンじゃさばききれねえ。距離にもよりますが、セカンダリのハンドガンの方が安定はしそうですね。ただ当然敵の人数が人数ですから、ペースを考えないとすぐ弾切れ起こしそうですね。しかも周りに味方が誰もいねえ。つい一人で突出しすぎなんですよ。どれだかに呼ばれて、その声死神の声ですよ。そんな渋いねえねえひまりだったのに。その人全身の穴という穴から気を吹き出させる能力持ちですよ。ボイボ界最強とも言われてますよね。コールありがとうございます。人が多すぎてどこに行っても車線が通ってそうですね。参加人数上位の150人超えだからな。やっぱりその人数って多いんですか。普通の貸し切りなら50人集まれば多めな方だ。100人集まれば大型貸し切りと言って差し支えありませんね。150人なんてそうそう集められるもんじゃないんだよね。無限復活祭の人気が伺えるな。ヤグラはヤグラもいるね。ヤグラもいるね。1枚削ったまだいるかもしれない。いたよ。コールありがとうございます。油断しましたね。
櫓の上にまだいたらしい。他のイベントと違ってしっかり注意しないと蜂の巣ですからね。一人倒しても後ろに3人くらいいるからな。あっちも同じ状況ではありますがね。コールありがとうございます。ま、ああいう突撃はできねえってことだな。心見るのは自由ですがね。ウップ主も撃ってましたが、それ以上に味方の射撃が苛烈でしたね。少なくとも俺はしたくねえな、あれは。あなた今 T シャツ1枚ですからね。カマがないじゃん。とりあえず1ゲーム終了ですね。思ったより接近戦できて楽しいな。ショットガンはロマンですね。次のゲーム攻防戦だ。動画の冒頭はこっちが守りだったが、これは攻め側だな。え、守り側の人が目の前にいたんですけど。無限復活祭では日常だ。それが日常は異常なんよ。攻防戦は以前デザートユニオンでもやりましたね。そうだな。攻防フルオートあり、攻撃側ヒット後20歩交代で復活。防衛側は10カウントで2回まで復活可能。10カウント中は前進と攻撃のみ禁止でしたよね。なんでこのトゲトゲの人はこんな距離にいたんですか。面白そうだったからじゃん。ちなみに昨夜さんの MMD で有名なバルブピーだからな。うつ主の数少ないお友達ですね。少なくねえし。冒頭のおもちゃ遊びでも付き合ってくださってましたね。我ながら完璧な仕込みだったと思う。よくあんなのが許されてるなって。無限復活祭だから。それでゴリ押すつもりですか。サバゲーも動画もゴリ押しだから。この櫓からゴリ押すつもりですね。ショットガンの射程じゃ撃ち下ろしたりでもしないと距離がな。ここからなら相当な距離撃てますからね。その分狙われますけどね。コールありがとうございます。これだけ人数がいれば、上からか下の車線が通っていたかわからんだろう。ただこちらの車線も限られるので、あんまりここに止まりすぎても仕方ありませんね。まあここに上がったのは敵にハラス仕掛けるためだけじゃないからな。高いところが好きだからですか。じゃあ上から戦況見たかったんだよ。なんかサバゲーマーみたいなこと言い始めましたね。サバゲーマーなの気がついてなかった。コールありがとうございます。これが見下ろしの強さよ。味方が邪魔に思ってる敵を倒して全身を後押しするのが俺の仕事だぜ。絶対目の前の取れ高のために撃っただけですよね。ウィンウィンな関係だろ。結果論だけ言えばですが、どうせなら敵の位置情報とかを伝えたりとか。嫌だよ俺狙われるじゃん。ナイスナイスナイス上がってきてよく。きっとコールありがとうございます。言うてな。俺もうるせえから切ってるだけで味方に葉っぱはかけてんだぞ。本当に本当だって、この手のゲームならラッシュかけたもん勝ちだからな。そして潜伏のできないウプ主は突撃へ。もう中央全然いなかったからいけるやろ。手綱が必要ですね。といった感じでつくさば無限復活祭これにて終了です。いや楽しかった。
ックサバもめちゃくちゃ久しぶりだったからな。あと関係ありませんが、この日アーマー祭りの主催もお忍びで参加してました。動画にも映ってるぞ。探せる人は探してみてくれ。次回こそはタコ姉様の回ですよね。次回を収録できてねえから正直どうなるかまだわからんがな。さすがに週1ペースは動画ストック的に厳しいですね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いしますね。